かなかでしょ。怪我はない？いや、嬉しいわ。お疲れ様！やったね！これは名誉の負傷になるだろう。頼りにしてんよ。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼馴染とはいえアバターだから外見違うのによく分かったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐに分かったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割には、お人よしな感じかな。突然呼び出したのに、初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だから、ありがとね。さあ、行くわよ。大会が始まるわ。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲーム、ソードアートオンライン、略して SAO。 多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明彦はプレイヤー約1万人を SHP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン、 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージ
ザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線行くんじゃない。あんたのゲ頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。